はい、こんにちは、ピカです。今日ね、車の話してきますよ。車の話の第2弾、スーパーカーについて語ります。まあ、前回ちょっとね、雨の中でね、聞き取りにくいっていうお話もあったんで、まあ要約すると、まあフェラーリっていうのは、まあ、電子制御が素晴らしい、マラッティーノがね、素晴らしくて、まあ全オフにしないと本来のね、フェラーリの姿は見えません。ただまあ、そのスーパーカーを楽しむっていう意味で言うと、その、素晴らしい機能、まあ誰でも楽しめるっていう、訓練も必要ないっていうところはね、まあ素晴らしいということがありますという話ですね。をしてきました。で、片山一方ね、ポルシェっていうのはその RR っていう機構そのものが、まあ初心者向けの機能をであるっていうね、ちょっと一般論ではまあそのジャジャ馬って言われるんだけど、いや実はそうじゃない、安全にね、基本的にはまあ初心者レベル、中級者レベルでは、まあ初心者レベルではそのなんていうの、ではなんかフロント荷重がかけられないからアンダーで結局はその安全性を保つっていう曲がらないからね、変な挙動出ないっていう、でスピードが落ちたところで変な挙動が出るようになってて、なってるから、ね、まあ、ちょっとこの賛否両論あると思うけど、まあ、俺は乗った印象そうだな。ポルシェは本当にアンダーなうちはもう大してね、なんか、まあ、ハンドルをだからそのアンダーが出てそれ以上多く切らなければ変だけど出ないから、でもまあその分曲がらないから、そこでハンドルね曲げて待ってて、で曲がり出したところで、まあ、スピードを落としていけば曲がり出すっていうね、あんまりこうこじっちゃうと、まあ、フロントが前にピュッて飛んで、こうね、ピュッて飛んで、後ろが出るっていうような挙動が出て、まあでもそれもそんな大したね、速度でそういう挙動って出ないからっていう話ですね。で、まあ中級者ぐらいには、ポルシェっていうのは非常に危ない車で、なぜならば、その、なんていうのかな、限界が高いで、まあフロント荷重がかけられるぐらいになってくると、リアの挙動がね、本当に安定してるんですよ。で、とにかくリアにすごいどっしり乗ってるから、でポルシェのリアがリバースするときって本当に危ないときなんだよね。限界超えるから、重いものが乗ってて、でそこに荷重がかかってて、きっちりね、で曲がり込んできててっていうときに、それが抜けた瞬間っていうのは、まあミッドシップよりも派手なね挙動が出るんで、まあ中級者殺しっていうか、もう本当に初心者からね、ちょっと中級者に行ったぐらいの人が乗ると非常に危ないっていうところはありますね。はい。まあそういうポルシェとフェラーリの違いがあるっていう話を、まあこの間してきましたと。で、今日の話はね、そのポルシェのその次の話ね、なぜ未だにね、RR がなぜすごい、なぜ素晴らしいのかっていう話をしていきますわ。ポルシェ速いんだよね。ポルシェはね、速い車だと思う。なぜならば、まあ、条件がいろいろある。条件がいろいろある。あのね、基本的に、その、ストップアンドゴー、U ターン、みたいなコースで速いんだよね。で、なんていうのかな、基本的に論理的な話をすると、ミッドシップっていうのがすごくこうね、モーメントがこう集中、マスが集中しててモーメント出にくいみたいな、そういう車の方が論理的には速いんだけれども、あのね、やっぱり基本的にサーキットって、まあとにかく短く回って短い距離で止まって曲がって、短い時間で曲がって、で加速に移れるっていう
でトラクションがかかるっていう車が、まあ、とにかく速いんですよサーキットでは。ミッドシップみたいにそのコーナリングスピードを稼いでっていう場面もある。だからその場面場面なんだよ。その場面場面でやっぱりそのサーキットの場所によって速いレイアウトは違うわけよ。で長い大きい R がずっと続くようなところではやっぱりミッドシップが速いんだよね。当然その一定の G で一定の R で長く曲がり込んでいくっていう、そのそういうところを見るとそのまあミッドシップが速い。でとにかくボトムスピード、エーペックスのボトムスピードだけを見ると多分ミッドシップの方が速度はあるんだけれども、やっぱりトラクションとか加速とかそのいうところを加味すると RR の方が速くなっちゃったりとかってするんだよね。だからすなわち今のサーキットのそのレイアウトとかをほとんどまあ見るとそのなんだろう、首都高みたいにっていうかさ、もう長い R とかさないわけじゃん。大体がまあおおよそ言うと U ターンじゃん、おおよそ U ターンじゃん。まあその R の歩道はあるけどほとんどのコーナーが U ターンなわけよ、まあ、7割ぐらいが U ターンじゃん。まあ8割 U ターンってところもあるけど、まあループ橋みたいにさ、まあ、100R 富士の 100R がもう 3周ぐらい続くぐらいのこうループ橋みたいなのがあればちょっとまたこうねミッドシップの方が速かったりするかもしれないんだけど、やっぱりねその RR っていうデザインは本当とんがったデザインで、うん、で本当ねなんていうのかな、うん、乗りやすいんだよね。乗りやすいっていうかリアがどっしりしてるから本当にね変な挙動が出ないんだよね。でそのまあリアの限界をまあいかにこうなんていうのかな逸脱しないで走るかっていうのがポルシェのドライビングだね。であともう一つそのね特筆しなきゃいけないっていうかそのまあその特に言うとすればポルシェはねリアエンジンというよりはフラット6なんだよね。要は低重心ってことが大事なんだ。重たいものが RR レイアウトで低重心に乗っかってるっていうところがね、ものすごくシャーシレスポンスが高いんだよね。要は低重心だからまあ86とかねスバルの車乗ってる人なら分かるけど、フロントこうこうやってさちょっと今お前やっちゃいけない動かした時この車はさ直六がついてるからこうなんていう今のロール感見たロール感フロントのロール感がさこれ直六だからこうなんていうのこう羊毛弁ってすごいつくじゃんすごいロールするじゃんってこと。スタブとかセッティングとかもあるんだけどとにかくでもさ86とか今と同じことをこうやって揺するとさもうすごいこうリアがこうフラットフロントがフラットなままこう左右にこう振れるじゃん。それってなんかこうフロントのレスポンス上がったみたいになるじゃん。やっぱ低重心ってレスポンス上がるんだよね。だからそれがリアについてるって考えてる、うん、ってなるとやっぱりそのまあフロント軽いんだけど、まあ、軽くてより入ってリアもそれに追従していくっていうその挙動が本当にシャーシレスポンスすごい高いんだよね。でポルシェに乗ってすごい思うのはやっぱ空冷ポルシェの頃からまあそうなんだけどレスポンスすごいいいんだよねエンジンのね。ちょっとまあ俺は GT3 系のエンジンしかあんまり経験したことないけど普通のポルシェってあんま乗ったことないからわかんないんだけど本当にね上の方の3000回転とかものすごくすごいレスポンスがいいんだよね。まあ老け上がりもいいし老け落ちもいいの。うん、老け上がりがいい老け落ちがいいという言い方だとちょっと違うんだよ。レスポンスってねエンジンのレスポンスを語るといろいろあって空ぶかしがすごいレスポンスがいいっ
っていうのもあれば、そのトルクの出方が レスポンスがいいっていうのもあったり、あとはなんだろうな、レスポンス、すなわちアクセル踏んでからタコメーターが動くまでの時間が短いけど、反応はするけど、そのなんだろうな、そっからのそのリニアに、アクセルに対してリニアに反応はしないとかっていう、まあ、反応って言っても一言言ってもいろんな反応があって、まあとにかくね、そのどの反応も高いわポルシェは本当に。まあ、クラッチがつながってる時のもう高回転の本当にアクセル戻した時の反応とか、あの吹け落ちもいいし、そのなんだろうな、とにかく時間が短いんだよね。時間が短い、反応するまでの時間が短いんだ。で、すなわちどういうことかっていうと、ポルシェのシャーシも本当にこう、例えばハンドル切ってから曲がり出すまでの、ちょっと待って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 、なんだなんだ、何こいつ何こいつ、ちょ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 、そこダメだろ反応がね早いんですよ。とにかくまあ動き出しも早いし、動き出しも早いし、そこからのこうなんていうの、反応もそこからの曲がってくる感じも早い、曲がってくるまでの、曲がってくるところも早いし、切り出した後の反応も早いし、とにかくね、人間がすることに対しても反応が早いの。だからエンジンレスポンスが高レスポンスであって、かつシャーシのレスポンスも高レスポンスだから、なんていうのかな、エンジン、アクセルのとシャーシがすごいシンクロするんだよね、操作が。アクセルヒュッて戻してフロントに荷重をかけてハンドルを切ってっていう動作が ものすごく早くできるんだよね。パッて、なんていうのかな、ちょっとアクセル 20% 戻して、でちょっとフロント入れてっていう、でフロントももうスッと素直に入ってっていう動作がすごいリニアで、まあ脳に直結するようなイメージでできるっていうところがポルシェの良さだよね、うん、だからそれをなんていうのかな、まあトヨタもそれ、そのね、レスポンス、人のこう反応、人が操作、人のなんかアクションに対しての車の反応がどのくらいの反応速度であれば、まあ、その反応するまでの時間がどのくらいであればスポーティーと感じるかみたいなことをテストしてたりもしてたんだよね、今。まあその何年か前ね。まあだからそういう意味においては本当にあれだよね、ポルシェはそこは本当によくできてる。まあその反応のその操作の結果がどうだとか、そのなんだろうどういう、その後どういう動きをするかっていうことはとりあえず置いといてね、うん、それそこにも好みがあるんだけど、うん、だけどまあどうだろうな、まあポルシェがじゃあスポーツかっていうと、そういう意味においてはスポーツなんだけれども、車をレスポンスはいいんだけど、なんだろうな、その後がね、ちょっとなんていうか、あのね、まあもうちょっと、まあポルシェのサスペンションがちょっと古いよね。なんていうのかな、まあ、特にこう GT3RS とか GT3 系の車だとね、あ、まあカップカーもそうなんだけど、なんだろうな、もう昔のミニなんだよね。昔のミニ乗ったことある人は分かんないけど、ブッシュサスペンションなんだよね。まあ、ストップラバー、バンプのストップラバーに当てて、そこで、なんていうのかな、そこのバネとして使うみたいな、なんか考え方なんだよね。だからバネの時とブッシュに当たった時とフルバンプした時のそのバネレートの感じがリニアじゃないんだよね。だからまあポルシェのノーマルサスペンションは本当ゴミだよね、簡単に言えば。絶対変えた方がいい、絶対変えた方がいい。あ、まあそういう意味で言うとフェラーリもそうなんだけど、まあ、ノーマルのサスペンションどれもなんていうの、まあよくはでき、確かにだけど、まあそうだよね、サスペンション200万とかかける
さすがにそれとその200万のサスペンションと純正の足を比べたら悪いよね、さすがに。さすがにちょっとそれは悪いんだけど、まあそういう、まあそうだね、この車も実は全部足も変わってるんだけど、まあ、俺の車、多分持ってる車全部足は全部足はやってやる。やっぱね、足はちょっとやらないとね、納得いかないよね。ロードスターの足なんてロードスター1台分くらいかかってんじゃねえかと。やっぱり大事だね、そのサスペンションの動かし方は。すごくいいサスペンション、本当にいいよね。まあでもそれが絶対勝てないなと思ったのは裏缶の足だね。まああれの本当出来上がってるよね、マグネライトだっけ、あれは本当に素晴らしいサスペンションだね。全部あれになると、まあマグネライトって言った、まあつまりそのたまえもない話をずっとしている、ね、ポルシェの。だからそうだな、本当足をきれいに決めたポルシェは素晴らしいよね。本当に素晴らしい動きをする。昔あれだな、そのチェックショップ、大塚くんがやったポルシェの足乗ったことあるんだけど、まあやっぱね、純正とは全然、いやもう本当にやっぱりちゃんとテストしてる足、あ、そうそうそう、あとちゃんとテストしてる足じゃないとダメよ。そのまああとそれ用に作んないとダメだよね、ほとんど。なんかこう市販で売ってる何々用みたいな、もう一覧表が出てて、まあちょっとね、あんまメーカー批判になるけど、本当に。あのね、メーカー、それをそのサスペンションを出してるデモカーがちゃんとデモカーを持ってる、せめてデモカーを持ってるサスペンションを買った方がいい。デモカーも持たずになんか車種いっぱい揃えててっていうとこのサスペンションメーカーのサスペンション絶対買っちゃダメだから、本当に。もうろくに、まあでも基本的に車のパーツってろくに誰もテストしてないからね。言っちゃ悪いけど本当に、もう、でもこれ本当に、あのね、だからダメなんだよ、いじっちゃダメなんだよ。だから純正に、絶対純正超えられるサードパーティーなんての足なんてあるわけないんだよね。あるわけない。だってそりゃそうじゃん、散々メーカーテストしてさ。いや俺はそう思うわ、本当に。まあだけどさっきと言ってることがすごい逆さまになってるんだけど、だけど、いやだったら何百万かけてやっぱりその特注で作ってってやんなきゃダメ。それかもう本当にそういうことをきっちりテストしてるメーカーで、そうメーカーの足を買うで。でもだけどそれでもね、まあ俺が言ってるのは純正超えられないんだよ。俺が言ってるのは純正超えられない。それはトータルパフォーマンス、トータル円の合計値が、合計得点がね、まあメーカーのやつが80点だとしたら、ね、俺が言ったら何百万をかけて足を作ったからといって、その合計の円はまあ半分ぐらいじゃないの、点数30点ぐらい80点ですよ、40点とか50点だよね。ただそのサーキットにおいてとか一部状況においては純正の足より 130%、150% いいですよっていうね、点数があって、そういう、なんていうの、だから車みんなそうなんだよ。だから何を尖らすかっていう、だからメーカーは本当にバランスのいいものを作ってくるからね。あ、そういう話ですよ。そこ止めます、すいません、止めます。止めないならどいてほしい。止めるんだったら俺も止める。
とするんだよね、グロントリップがね。まあしょうがない、消耗品。あ、面白い話しよっか。フェラーリのさ、バンパー、フェラーリのバンパーってさ、あれ120万ぐらいするんだよね。前んとこフェラーリの前んとこの、下んとこね、あれ、あそこをちゃんと変えようとするとバンパーごとだから120万ぐらいするんだよ、パーツでね。でもポルシェのさ、ポルシェのあのリップあんじゃん、前のリップ、あれって15万ぐらいなんだよね。でもカップカーの、まあ、同じようなパーツ、カップカーのパーツ3万円か5万円なんだよね。あ、ちょっと価格変わってたらごめん。だからみんなポルシェのあの GT 系についてるあのパーツするんだったら、まあ今ちょっとね、あのリフトアップもできるからあれなんだけど、カップカーのパーツつけたら安いよ、すっても。3万円だからね、5万円だったから。そういうプチ情報言っとけば。はい、ちょっとねついたんでね、またなんかね、たわいもない話になっちゃったな。まあよかったらね、チャンネル登録してってください。